やっほ、名探偵のカスカベ紬だよ。実は最近、小春立花ちゃんが巨人ファンであるという噂がまことしやかに流れているみたいなの。小樽市とコラボしているのにファイターズじゃないの？これは事件の香りがするわ。徹底的に調べる必要がありそうね。それじゃ調査開始だよ、シュバババババ。巨人ってお金で選手を集めまくってるくせに弱いわよね。そうかな、よくそう言われるけど、年俸総額はソフトバンクの方が全然上だよ。金満球団批判をされるとソフトバンクの方が金満だと反論しがち。佐々木朗希ってすごいわよね、まだ20歳なのに。確かにすごいけど、佐々木や奥川と1学年しか違わない。戸郷は高卒1年目で日本シリーズに出てるし、2年目からはローテーションピッチャーだよ。中5、中4でも投げてるし。佐々木朗希や奥川が絶賛されると戸郷だってすごいのにと言いがち。巨人の正捕手って結局誰なの？それが決まってれば苦労はないよ。リードや肩は小林がいいんだけど、全然打てないんだもん。かといって大城も言うほど打てないし、将来を見据えたら山瀬も使いたいんだけど、チームに余裕がなくてそんなに使えないんだよ。阿部慎之助を求めたらダメだね。どこかで妥協しないと。巨人のキャッチャーに長々と文句を言いがち。中田翔って最近ずっとスタメン落ちよね。巨人にいらないんじゃない？中田翔は必要だよ。確かに最近は代打中心だけど、打席数の割には打点が多いし、守備も上手いしね。中田翔を擁護しがち。菅野はもう怖くないかな。球も遅くなってるし。確かに全盛期の球速や球威はないけど、菅野には技術と経験があるが、なんだかんだでそこそこの成績は上げてるしね。今も巨人のエースと言っていいと思う。巨人の現エースは菅野智之で譲らない。中5、中4で回そうっていう発想が考えられない。投手を潰すつもりなの？監督、コーチは何を考えてるのよ。首脳陣には批判的。体勢は勝ち、でもその前に投げる人がいないのよ。中継ぎを信用していない。伊能と梶谷は元気？誰？知らない子ですね。なかったことにしたい。割と最近の過去がたくさんある。坂本は独身だし、何の問題があるの？坂本隼人の週刊誌ネタに動じない。阪神ファンって声出し応援禁止なのに普通に声出してるじゃん。どうしてルールが守れないの？阪神というより阪神ファンを敵視している。 FM93AM1242。 外出先では夕方になるとラジオで日本放送を聞いている。テレビでもラジオでもダゾーンでも中継がないってどういうこと？信じられないよ。本当に無能なんだから。巨人戦の中継がないと怒る。これだけ証拠が揃うともう真っ黒黒捨てね。あとは犯行現場を抑えれば。うん、こうなったら立花ちゃんのお家に乗り込んでみよう。立花ちゃん、遊びに来たよ。つむぎちゃん、いらっしゃい。ちょうどよかった。もうすぐ6時になるよ。さあ上がって。立花ちゃん、6時からはやっぱり。野球の時間だ。あ、やっぱり巨人戦を見るんだね。立花ちゃんは巨人ファンだという噂は本当だったんだね。うん、子供の頃からずっと巨人ファンだよ。生涯人痘だよ。全然隠さないんだね。隠さないよ。つむぎちゃんも一緒に応援しようね。堂々としていて潔いです。頑張れ頑張れジャイアンツ。ゴーゴー。テラスプレイのたくましさ、ジャイアンツ。ジャバッタさん。
逆転優勝しちゃうから。